今日は畳の掃除をしたいと思います。まあすでに始まってるんですけど、まずは畳を持ち上げたいと思います。まずですね、ハサミを畳の隙間にこう入れて、こう、まあ持ち上げるんですね。で、こう、よいしょ。まあこんな感じで、よいしょ。まあ、こんな感じでずらしていきます。ちょっとここはあのインターネットの光回線のケーブルなんですけど、コードなんですけど、ちょっとこれはね、ちょっと大切なものなんで、ちょっと大切に扱って、で、あ、やばい、アリがいるよ、ここに。うわ、ちょっと待って、何やってんの、これ。ちょっと待ってよ、初めて知ったんだけど、ちょっと見て、何これ。卵？なんかアリがいるんだけど、見ます？ちょっとこれは退治しないとまずいな。え、自分の家にさ、アリが住んでたとは知らなかったんですよ。これちょっと見てよこれ。なんか卵みたい、卵なのかな、幼虫かな。とりあえずまずはこのアリをどうにかしないといけませんね。いや、家の中でたまにアリが歩いてるのを見かけるので、どっから入ってくるのかなと思ってたんですけど、入ってくるんじゃなくて家の中にいたとは初めて知りましたよ。なんか卵まで産みやがって、もうちょっとこれ掃除機で吸い取るか。よいしょ。アリが減りましたね。まあ、結構古い家なので隙間があるんですよね、こういうところに。こういうさ、ちっちゃな隙間から虫が入ってきちゃうんでしょうね。だからこういう隙間をできるだけ塞ぎたいですね。まあ、二度とアリが巣を作らないようにってか、巣を作るっていうよりも巣にしてるんですよね。まあ、シロアリと違ってアリは家の木を食べるわけではないんですけど、こういう隙間がね、アリの巣にされちゃう。つまりさ、アリってこう土を掘ってこう巣を作るってイメージありますけど、こういうさ、身を隠せるところだったら、あ、なんだ、掘らなくてもここで僕たち住めるじゃんみたいな感じで、なんかアリの巣になっちゃうことがあるらしいんですよ。あの蜂とかってさ、木の上にこう変な巣とか作るじゃないですか。でもあれ、やっぱり巣を作るには労力が必要なわけですよ。でもこういう隙間だと、もうそれがもうすでに巣になるっていうんで、もう勝手にこういうところで卵を産んでさ、うん、もうちょっと一掃したけどね。ほら、ちょっとこのね、掃除機の中にまだアリがいるんですよ、こうやって。うん。ちょっとね、でこれ放置してるとまた、アリが湧くでしょうね、これね。住みやすいところだろうから。まあ、それから細かいところは、掃除機の先っぽにこうストローをつけてですね、こうストローを設置して、で、まあ、細かいところにこう挿入して、で、こんな感じですね。まあ、一応掃除はしましたけど、アリがまた入ってきちゃうといけないので、これ、殺虫剤で、まあ、これシロアリ用なんですけど、この防虫のために殺虫剤をちょっと隙間に吹きかけておきたいと思います。あ、てかね、さっきアリいましたけど、あのアリはですね、掃除機で吸い込んで、
後で外に逃がしますね。殺しはしません。これどうしてかっていうと、あんまりね、アリエをね、潰さない方がいいらしいんですよ。これシロアリ対策のやつなんですけど、プシュッとね、こういうところに、吹きつけて、アリってシロアリを食べるらしいんですよ。だからシロアリにとってアリっていうのは天敵なんですよね。だからアリがもしいなくなっちゃったりすると、シロアリが湧く可能性があるわけですよ。つまりアリがたくさんいれば、そのもっと嫌なシロアリとかが発生するリスクを抑えられるってこと。シロアリだけじゃなくて、他のさ、ムカデとかね。ムカデはちょっと家の中で見たことないですけど、そういう不快な、その害虫類って、そのアリと、なんていうのかな、住処を共にしないというか、縄張りがね、あるらしいんですよ。だから、徹底的にアリをですね、とっちめたりすると、アリ滅って言ってさ、アリの巣を徹底的にやっつける、そういう殺虫剤もあるんですけど、ああいうのを使って、アリをですね、徹底的にこう、殲滅しようとすると、じゃあアリが滅びましたと。で、そうすると他の、シロアリとかね、クモとかムカデとかゲジゲジとかそういう連中が、今までずっとこの辺に居座っていたアリどもがいなくなった。よし、じゃあ俺たちが占領しちゃえみたいな感じで、そういうね、もっと嫌なやつがやってくる可能性があるので、アリはね、いや、アリはさ、ちょっとさ、そこまでさ、害じゃないじゃないですか。噛みつかれたりすることあるかもしれないけど、だから、アリはね、ほどほどにね、お付き合いした方がいいんですよ。特にこの家は木造で古いので、シロアリとか来られたらね、困るんでね。やっぱりアリもね、時には敵、時には味方みたいな感じで、使えるものは使っていかないとね、やっぱね。で、しかもさ、さっきここにいたアリって、結構ね、でかくて強そうだったんですよ。だから、シロアリとかね、他の虫にとっても脅威なはずなんで、だからね、潰さないですよ。ね、アリとは、共存共栄のね。さらに、これから湿気の多い季節にもなりますので、ダニ対策のために、ダニアーススプレー、これを撒いておきたいと思います。これもね、殺虫剤の一つなんですけど、ちょっとね、重ね、あの、シロアリ対策とともに、シロアリアリ対策とともにですね、ちょっとこの辺にこう、このね、こういう感じで、シュッシュッシュッと巻いておきましょう。で、ちょっとこういう隙間があるので、隙間をスポンジで埋めたいと思います。こういうふうにこう、スポンジをちぎったものを用意したんですけど、結構ね、スポンジだったら通気性的にも問題ないんじゃないかなということで、湿気がこもっちゃうとね、良くないので、ダニとかね、出てきちゃったりするんで、こういうスポンジを使って隙間をちょっとね、こう埋めていくっていう感じかな。ちょっとこの辺り老朽化してますね、家自体が。でもどんなものもね、古くなるのはしょうがないので、いかに手入れをして、傷ついた部分を早期発見、早期治療するというね、そういうことが大事ですよね。シロアリに食われそうになったら、シロアリ対策のスプレーをするなりとか、いろいろと。対策はね、いろいろあるので、しっかりそれをね、やっていくってことじゃないですかね。だってさ、どんな家でも古くなるわけですよ。何千万もするようなさ、高い新築の家を買ったって、最終的にはボロくなるわけじゃないですか。だから、古いからダメとかね、ボロい家だからダメなんじゃなくて、
そのボロいものをね、そう手入れをするっていう、そのなんていうのかな、そういう細やかな対策っていうんですかね、それがやっぱり大事なんじゃないかと思うんですけどね。なんか不動産のリフォームのなんか専門の人はですね、こういうなんかね、補修作業とかにこうスプレータイプの発泡ウレタンを使うらしいんですよ。発泡ウレタンでこういう隙間とかをプシューってやると、一瞬でこう隙間が埋まるので、こう虫を侵入させないためにとかね、結構使えるんだと思うんですけど、まあでもね、発泡ウレタンちょっと高いんですよね。ホームセンターとかに売ってるんですよ。まあ、ご覧のように隙間にスポンジを詰め込みました。まあ、これだけ詰め込んでおけば、なんかまだアリがいるな。ほら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 、ちょっとアリ、アリもね、ちょっと、まあいいや、まあ、とりあえずアリが入ってこないように、スポンジを敷き詰めたわけなんですけど、多分これはまあ、これ、残党ですね、これね。そして畳を元に戻していきます。よいしょ、ちょっとね、重いんですけど、まあ、一応これで完成ですね。まあ、こういう畳の掃除の仕方が果たして最善なのかはちょっと分かんないんですけど、プロじゃないんでね、完全にアマチュアなんで、ド素人なんで分からないんですけど、だからいや、そのやり方はちょっとっていう風に言われちゃうかもしれませんけど、まあ、一応こんな風にやってみましたというお話で終わりにしたいと思います。